今日は、逆上がり公演があったんですけど、最後に、AKB48 を卒業させていただくことを発表させていただきました。卒業を決めたなんかきっかけとかは今回、私的にはすごくいろいろあって、公演で言った理由も、なんか一番なんだろう、大きかったというか、もう一つ自分の中で決めたきっかけが大きかったのが、一個前のシングルの時、どうしても君が好きだのシングルの時に、ネモハモルーマーぶりに、メンバーが全員集まっての、選抜発表があって、その時に、私も、まあ名前呼ばれるのが結構遅くて、まあ今回入ってないんじゃないか、と思ってる時に、名前を呼んでいただけて、ああ、よかった、ああ嬉しい、頑張ろうって思ってたんですけど、やっぱりこう自分の、その後席に戻って、やっぱり自分より後輩の子たちが、やっぱりすごく泣いていて、なんかそれを見た瞬間に、ああ、って思ったのも大きくて、私は AKB に入って選抜でいた期間の方が短いんですけど、ただ AKB で選抜に入ってからやっぱり意識が変わるというか、その意識っていうのはなんか別にそのプロ意識とかそういう意識というよりかは、自分って AKB なんだというか、なんて言ったらいいんだろう、私も自分で AKB って名乗っていいんだってなったのが、なんかその自分の気持ち的にね、なったのが選抜入ってからで、こうテレビとか歌番組とかに出演させていただいて、自分が AKB であることに対して胸を張れるというか、すごく自分の中での意識が変わって、だから少しでもなんか多くのメンバーにこう選抜入ってほしいなって。でもこれを言うと本当に失礼なことなんですよね。私をこうずっと応援して選抜に入れてくださった皆様にすごく失礼になってしまうことだし、そんなこと多分思っちゃいけないことだってなんか自分でも思っているんですけど、だから一瞬言おうか迷ったんですけど、でも私は、まあ、そういうのをひっくるめて5月の時に卒業したいですっていう風にお伝えしたんですけど、私が卒業を決めてからこんなにもたくさん卒業生が出ると私は思っていなくてっていうなんか気持ちもあったりするんですけど、こんなにも卒業発表が出たのはびっくりです私もいやでもただ私は年齢で辞めるわけではないっていうのをお伝えしたくて、それで言ったらだって私が今 AKB の最年長っていうわけでもないので、自分の人生の中で思い描いてた大人ってもう26はもう大人だよねっていう自分の中であって。だから、正直26歳、私がこの年齢になるまで自分の中で、まだアイドルをやっているって思ってなくて、昔の自分は。なんかそれに気づいた時に、あ、もう大人じゃんってなったっていう。そう。そう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 。まあまあ、そんなこんなでなんかいろいろ、きっかけがあって決めました。長々とありがとうございます。でもそうですね、あと今10月だから11、12、1、あと4ヶ月はあるので、 AKB48 としての大西桃花、最後までよかったらよろしくお願いいたします。